桃太郎がいました。いません。いやどこにいるんですか？桃太郎はうちにいるんだけど。はい、お願いします。桃太郎がいました。太郎がいました。いた太郎。いただき。いただきまよ。はい。いいよ食べて。なんかママなんけど。音だよね。いいよ。もっとあげるから。もっとちょうだい。もっと？うん。ありがとう。もっと？うん。もっと。ありがとうマー君。マー君にも持って。上手よ。すごい3歳だもんね。褒めたの男の子は何歳にならないの？7歳。じゃあ、りーのが7歳の時は、りーのが7歳の時に。マー君は3歳なんじゃない？何を言っている。5歳でしょ。5歳。なんて言った？びっくりしたよ今。ま素でびっくりしたんだけど。びっくりだ。この子何歳だろうと思って。じゃあそこしかないんでしょ。そうだね。2人一緒はそこしかないね。7歳だと小学校1年生、2年、小6で小1でしょ。6歳で小1でしょ。6歳小1。6歳小1じゃあやっぱり小2小1の終わりかなんじゃない。やるな。小学生になってもやるもんだな。やる人はやる。でママはやったの？やってないんじゃないかな。で今10歳と13歳もあんだよ。え？七五三の定義は何なの？いやなんかね違う言い方。じゃあ何でもあれじゃないのそんなの。それは割とそうなんだけど。じゃあ15の夜とかでもいいじゃない。夜？例えばさ。なんでもありなんだって。そういう神社も開けるためなら何でもいいんでしょ。あ、神社とか写真がね。写真？写真やの陰謀なの。だからほらハーフバースデーとか言うじゃない。それはちょっと。それ系だからその意味わかんないよね。なんだっけ。3ヶ月バースデーでもいいじゃない。沈んだ。いや20歳から10日でいいって20歳の半分ってことで10日でいい。面白くないね。面白いよね。あ、眠い。あ、うん？僕眠い？眠いよ今。すごい瞬き遅かった今。あ、もう目がトロンボーイ。あらら急に来るかね。珍しいね。この時間に炭水化物も珍しいから。いいよマー君。いいよ。ほらもういびきして寝てる人いるよあっちに。何の笑いなの。食べるのかい。うん。こくり。おお。おお、こういうの珍しいね。この時間が珍しい。おお。うん。ちっちゃ。あくびちっちゃ。ステイステイマーク、ここステイ。あら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 、マークまたでしょ、マークマーク、あらららら、マークって言ってもうた。あ、ダメだ、手の力が重いの。マークの手の力で何したの、どれ脱帽してる。あれくたってなってるけど。あ、いっちゃったかな、これ。おやすみマーク。